プルート計画はアメリカ合衆国政府が実施した巡航ミサイル用原子力ラムジェットエンジンの開発プロジェクトである。試験エンジンが2機製造され、1961年と1964年に米国エネルギー省ネバダ核実験場で試験が行われた。1957年1月1日、アメリカ空軍とアメリカ原子力委員会は 原子炉で発生する熱をラムジェットエンジンで利用することの実現可能性をローレンス放射線研究所に研究させることを決定した。これがプルート計画である。研究は同研究所のアール部門リーダーであったセオドア・チャールズ・マークルが率いた。トリーンアイシー試作機当初はカリフォルニア州リバモアで研究が進められていたが、後に ネバダ核実験場の弱化素平原に確保した8、平方マイルの土地に120万ドルを投じて建設した施設に移された。研究施設には、総延長6マイルの道路や組み立て施設、管理棟、倉庫のほか、ラムジェット推進の模擬に使用する圧縮空気100万ポンドを貯蔵するために、全長25マイルに及ぶ、油性管が付設された。 原子力ラムジェットエンジンの動作原理は比較的単純で、機体そのものの移動による風圧を利用して前方の空気をエンジン内部に押し込み、その空気を原子炉で発生した熱で加熱し、高温空気を後方のノズルで膨張させながら高速で噴射することにより推進力を得るようになっている。空気を加熱するために原子炉を利用するのは新しい試みであった。コンクリートで覆われた。 商業発電用原子炉とは異なり、飛行させるための小型、軽量化と同時に7000マイルにも及ぶ航続距離を実現できるだけの耐久性も求められた。原子炉は数ヶ月にわたって運転できるため、原子力巡航ミサイルは命令が発せられたら即座に攻撃できるよう空中待機させることができると考えられた。プロジェクトの製品は主に金属工学と 材料工学の進歩にかかっていた。飛行中に原子炉を制御するために用いる空気エンジンは、灼熱し、かつ強い放射線にさらされる状態でも動作することが求められた。また、いかなる天候においても、低高度で超音速を維持するため、原子炉はジェットエンジンやロケットエンジンに用いられる金属のほとんどの融点を上回る高温と、 環境条件に耐えることも求められた。このため燃料棒はセラミックスとされクアーツポーセリンカンパニーとの間で鉛筆ほどのサイズの燃料棒50万本の製造契約が結ばれた。原子力ラムジェットエンジンは超音速低高度ミサイルの動力源として用いることが提案されていた。地上から発射されたミサイルはまず既存のロケットブースターを用いて ラムジェットエンジンの作動速度域まで加速され、巡航高度に到達して、人口密集地域から遠く離れたところで、原子炉が作動するようになっていた。原子炉を用いることで、射程距離が実質的に無制限となるため、ミサイルはソ連領内の標的への着弾命令が出るまで、公海上で空中待機させることができた。スラムの提案書では、ミサイルに、 複数の核弾頭を搭載して複数の標的を攻撃可能とすることで巡航ミサイルを無人爆撃機として運用することも考えられていた。ミサイルはすべての弾頭を放出した後人口密集地域の状況数週間にわたって飛行するため放射線による二次被害を引き起こす可能性があることが指摘されていたがミサイルは高速で飛翔しているため実際に地上に 到達する放射線は低レベルに止まると考えられた。一方、原子炉は高速飛行中に耐えて動作するよう作られているため、放射性効果物はほとんど、あるいは全く発生しない。燃料切れや故障で、ミサイルが墜落した場合には、墜落地点が放射能を汚染されるが、原子炉による汚染は搭載する核弾頭に比べれば小さなものに止まる。 1961年5月14日に世界初の原子力ラムジェットエンジントリイヤを鉄道車両に搭載して運転試験が行われたがわずか数秒で壊れてしまった。しかしその3年後にはトリイア・ IIC が5分間に及ぶ全力運転に成功している。この他の試験も成功したがペンタゴンは原子力ラムジェットエンジンの開発はソ連に対して 挑発的すぎると考えるようになっていた。また、ソ連も同様のものを開発して対抗してくるものと考えられていたが、実際にはソ連がそういったものを開発することはなかった。一方で、それまで考えられていたよりも、大陸間弾道ミサイルの開発は容易であることが実証されたことから、原子力巡航ミサイルを開発する動機は薄れていった。このため、 開始から7年6ヶ月を経た1964年7月1日に、プルート計画は取り留めとなった。ありがとうございます。